ローランド、ローランド株式会社は日本の大手電子楽器メーカー。自らが創業した AS 電子工業を退社した橋育太郎が1972年昭和47年に大阪市で創業。長らく本社広報機能を大阪に製造研究開発拠点を静岡県浜松市に置いていたが2005年平成17年に 本社を浜松に移転した。スタジオ、ライブ向けのプロ用から家庭用まで、多様な楽器ジャンルの製品を展開する総合電子、楽器メーカー。主にシンセサイザー、デジタルピアノ、電子オルガン、電子ドラム、ミキサー、DJ 機器、ギターアンプや半導体の製品を開発、製造、販売する。ヤマハやカワイと共に、日本を代表する楽器メーカーの一つである。 初期には、電気楽器、エレキギター、エレキベースの演奏時に音色を加工する機器、エフェクターや、演奏用スピーカーアンプ、ジャズコーラス JC シリーズ JC-120 など、プリセット式のリズムマシン、音響ミキサーの製造を行っている。1973年、昭和48年からは、シンセサイザーや、エレクトロニックピアノなどの製造も手掛けるようになった。 1970年代後半には、不次元楽器、弦、不次元との合弁で、富士ローランドを設立し、ギターシンセサイザーの製造を開始した。1977年には、音楽用デジタルシーケンサー、マイクロコンポーザー MC-8 を発表。以降、コンピュータと電子楽器の連携に注力し、1981年には、ヤマハ、シーケンシャルサーキット等とともに、 未で確定書をした。社名は中世ヨーロッパの女子詩である、ローランの歌の主人公ローランから取られている。創業者のはしごは、日本国外への展開を考え、どの国の言葉で発音してもよく聞こえるようなに、音節からなる気の良い社名を探し、まず、R から始まる言葉にすることを決めた。これは創業当時の電子楽器業界では R から始まる社名があまり使われておらず、 イニシャル1文字で社名を書いた時に都合良いと考えたからであったという。これらの条件に当てはまる単語として最終的にローランドが選ばれた。大輪界の会員企業である70から80年代半ばまではモノフォニック、単音、ポリフォニック4から12音のアナログシンセサイザーを製造販売。1987年には 同社初のフルデジタルシンセサイザー D-50 を発表、ヒット商品となった。その後デジタルが主流の時代になると、プロやハイアマチュア向けに拡張ボードで波形を供給できる音源モジュール JV シリーズ、XV シリーズを発表した。2000年代以降は、ライブ向けの軽量シンセサイザー、シーケンサー搭載のワークステーション型シンセサイザー、 などの製品を中心に販売している。その一方で、クラブ音楽等で、根強いアナログ式音源へのニーズを意識した、デジタル信号処理で、アナログ音源を再現した、アナログモデリング方式の製品も展開。近年は、完全アナログ方式を望む声に合わせ、デジタルアナログ統合型のシンセサイザーや、他社との協業企画による、フレアナログ音源なども、製品ラインナップに加えている。 ミディ規格が制定された後、同社は MT-32 等様々な楽器音をマルチパートで同時発音できる音源モジュール製品を開発。これにパソコン用シーケンサーソフトウェアを付属させたパッケージショー、ミュージックンなどを発売し、生演奏ではなくコンピュータにデータを入力することで楽器を演奏する手法、競技の DTM を提唱した。 このようなパッケージは特に日本国内で受け入れられ、ホビー層を中心に高い人気を得た。1990年代には DTM 向けに特化した音源モジュールとして GS フォーマット音源 SC シリーズを発売。同フォーマットは後に通信からオケデータの標準音源としても活用された。早くから取り組みがなされ。 創業2年目の1973年にはアナログ音源電子ピアノ EP-10, 翌74年には純電子方式としては初めて鍵盤タッチによる強弱表現を可能にした EP-30 を発売した。1986年には SA 方式デジタル音源を備えたプロ向けステージピアノ RD-1000 を発売。従来にない表現力、 リアルさを実現した同音源は HP シリーズをはじめとする家庭用モデルにも転用された。その後も30年以上にわたり、88件個別サンプリング音源、ピアノの構造や原素材をモデリングする V ピアノ音源など、ピアノに特化した様々な音源方式を導入。また、鍵盤機構や家庭用モデルの再生計、ペダル機構、外観デザイン等についても、 アコースティックピアノをよりリアルに再現すべく技術開発が繰りされている。現在、デジタルピアノ市場においては、ヤマハ、カワイ、タカク社と並ぶ主要ブランドとなっている。多楽器事業には、1985年、オクタパド、初代音源を内蔵しないミリパッドコントローラーの発売により本格参入した。ほぼ同時期には、同社初のフルドラムキットであり、 アナログ電子音源のアルファードラムを発売。同カテゴリで先行していた A シモンズ社を追う形で数年にわたり販売した。90年代前半にはコンパクトドラムシステムにコンセプトを改めて電ドラム製品を復活。PCM 音源によるリアルな生ドラム音と小型パッドの組み合わせにより場所を取らずヘッドホンも使える練習キットとして人気を呼んだ。 1997年には独自開発のメッシュヘッド、打感や静粛性に優れた盲状素材のダメニや新音源などを備え、よりアコースティックドラムに近い演奏感を実現した V ドラムスシリーズを発売。イコー行動シリーズを基幹製品とし、主な電子ドラムメーカーの一つとして事業を継続している。このほか、サンプリングパッドや電子音源を組み合わせたカホンなど、 ドラムス以外の電子打楽器もしばしば製品化している。1995年、ハードディスクに演奏を記憶して楽曲作成ができる VS-880 を発表。追って、関係会社のボス、後に吸収合併からもギタリスト向け仕様のハードディスク、メモリーレコーダーを発売し、また2000年代前半には小型高音質フィールドレコーダー。 R シリーズを市場に投入した。同社は80年代、プログラム可能なリズムマシン、TR-808、TR-909、ベース音源、TB-303 などを市場に投入。生産完了後、その独特のアナログサウンドが主にクラブ、ダンスミュージックアーティストに評価され、徴用された。これを背景に、90年代後半から10年間ほどに、 渡り、クラブ、ダンスミュージック向けのハードウェア製品を展開している。楽器商品としては、2016年同社発のデジタル、管楽器、エアロフォンを発売し、管楽器分野への参入を果たしたほか、サブスクリプション方式によるソフトウェア音源提供サービス、ローランクラウドも立ち上げ、同プラグイン音源事業の取り組み強化を打ち出している。 楽器関連以外の事業としては、業務用音響機器、デジタルミキサーなどの開発、販売、海外ブランドのオーディオ周辺機器、ヘッドホンやモニタースピーカーなどの輸入販売、音楽教室の運営なども行っている。2014年、平成26年、楽器事業が4期連続赤字に陥っていた同社は、5月14日、アメリカの投資ファンド対応ファンドと、 三木淳一社長によるんぼを実施すると発表。この買収は、同月15日から6月25日までを、買収期間としたが、7月14日までに延長された。この買収に対し、創業者の架橋育太郎が、悪辣な乗っ取りだとして反発。2014年、平成26年5月1日に開催された、ローランド芸術文化振興財団、現、 架け芸術文化振興財団の臨時理事会の招集手続きを問題視して理事会をやり直しとなり同年6月20日の表現会では売却賛成が3分の2以上に満たないことで否決となった。そして2014年平成26年6月27日の株主総会では会社側がローランド芸術文化振興財団現、 架け橋芸術文化振興財団としての総会出席者は専務理事であるとして同財団理事長で当社創業者の架け橋育太郎を個人株主扱いとした。このため株主総会でも架け橋育太郎と三木社長が安保の是非をめぐり激しく押収する形となった。またこの株主総会は戦術の通り買付期間が七月十四日までに延長されたことから 買い付け期間中の株主総会という異例のものとなった。そうした混乱はあったものの、2014年、平成26年7月14日までに発行株式の約82.92%の応募があったため成立した。ローランド芸術文化振興財団保有分を含む残余株式はローランドが買い取る形となり、上場廃止となった。 ダタスー、ミュージックプロダクションシステム、音楽制作ソフトウェア、RSS、業務用音響機器のブランド。1984年、昭和59年より、ローランドミュージックスタジオを運営し、2010年、平成22年に、ローランドミュージックスクールへ改称した。2001年、平成13年9月7日付でテクニトーンを、用いる日本ビクター。 松下電気産業の音楽教室部門、ビクターテクニクスミュージック株式会社を買収し、社名をローランドミュージックスタジオへ解消の上、ローランド RMS 音楽教室へ再編。国内音楽教室業界において、ヤマハカワイに次ぐ第3位の規模となる。2001年、平成13年にビクターテクニクスミュージックから、承継した特約店が運営する教室と、 国内8カ所で、ローランド直営センタースクールのほか、2008年、平成20年10月1日に、ローランドサテラという直営スクールを運営していたが、後に特約店運営教室に移管された。ローランドがプロデュースする楽器店内の専門コーナー、専門スタッフを配置し、ユーザーサポートの役割も担っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。